ね、今回14人で初パフォーマンスをさせていただきます。17期メンバーは初パフォーマンスですので、皆さん目にしっかり焼き付けてください。それでは聴いてください。本日初披露、南山賞総山賞。の曲だったので緊張していたんですけど、でもすごい楽しめましたし、
本当に上の方も後ろの方もお客さんがたくさんいてびっくりしました。うれしかったね。あこちゃんどうでしたか？はい、初めてそのマイク持ってすごいちゃんとした衣装を着て結構激しめの踊りを踊るっていうのが初めてだったので、しかもお客さんの前ですごいなんかアイドルになったんだなって今日ですごい実感が増しました、うん、確かにね、自己紹介とはまた違う緊張感もね、2人ともあったと思うけど、はい、笑顔で頑張りました。素敵な14人の初パフォーマンスになったと思います。そしてこの配信日はニューアルバムモーニング娘。ベストセレクションザ25周年の発売日です。ついに発売したということで、はい、アルバムのおすすめポイントある人。はい、お、じゃあ小田。はい、まあ、まずはつんくさんがこう選曲をした曲たちなんですけど、あ、今のモーニング娘。に歌わせたいのはこれなんだということがまず一つなのと、新曲たちもあるので、はいはい、すごくね、幅が広い17期メンバーが入ってる曲もありつつ、幅の広い新曲たちもあるので聴きどころたくさんです。うん、はい、なるほど。他にある人。はい、あ、ね、はい、23バージョンということでみんなでサイレックして、うん、レコーディングしたんですけど、ハッピーサマーウェディングの、うん、2番にセリフがあるんですよ。2番を私はフェスで一回やらせていただいたんですけど、それしかやったことがなかったので、歌はそこにあるので聞いてください。あとガヤネコミックもね、そうだね、12人なんですけど、それはさせていただいて、うん、すっごい楽しかったので、そういうところにも注目して聞いてほしいなって思います。うんうん、思い出もたくさんね詰まったアルバムになっています。うん、ということでモーニング娘。ベストセレクションザ25周年たくさん聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。以上モーニング娘。